え本日はね、過去のネット記事なんですけども、この日本流通新聞っていうのをね、ちょっと見ています。えー、この見出しがあります。J6 ジャパン、グローバルで年内20万人組織を目指すワールドコンベンションに800人が参加ということで、2018年9月27日、ちょうどですね、丸2年前のものになりますけども、こういう風になってますよね。菅原会長が出ていて、絶好調の時じゃないですか、これグループが。 東南アジアを中心にグローバルで展開する J6 ジャパン、本社東京都菅原順次会長はグローバル展開を強化し、年内に20万人の構築を目指す。17年に進出した中国には上海にサロンを開設し、代理店方式での組織拡大を狙うと。どうなったんですかね、これね。19年には去年ですね、フィリピンに進出することを計画。国内では11月からサプリメントや スキンケアなどの消耗品を中心とした定期購入制度を開始し、オートシップですね。リクルート支援につなげると。はい。新規会員さんの獲得ということでございます。9月23日に都内で開催した J グループワールドコンベンション2018では、菅原会長が明らかにしたコンベンションには、東南アジアなど6カ国のメンバーが来日、800人が参集したということですけども、えー、この時点でね、2018年の時点で2019年までの計画は、きちんとコンプリートされてました。 だからこういうふうな計画のもとにやりますよって発表したこの時点での記事の時点でのものは全て実現したわけですよねはいえっ、ー、とコンベンションで菅原会長は J グループは今年大きな飛躍を遂げることができた様々な画期的な商品を通じてグローバルで組織を広げていきたいとの意気込みを話したはいこのお話もえっ、ー、と組織がね5万5000人まで広がったってことになります5万5000人の組織拡大が 行動の限界点だったのかと今振り返ることもできるんですけども、2018年の12月には、中国、上海、米国、マレーシアに進出したことを報告してくださいました。あコンベンションではね、トップリーダーたちがスピーチを行って、ものすごくね、勢いのある会社だということが、ここでは、ここではね、確信できたわけです。でも事業ってのはね、何が起こるかわかりませんからね。日本の組織についた、2018年度のイベントに延べ2000人が参加した、 え、校長であることを強調。11月にオーストラリア・シドニーで研修を重ねたということでございます。オーストラリア・コンベンションに開催する予定で、条件を達成した約350人が参加することを明らかにし、2019年4月に開催する研修旅行ね、ハワイになりましたけども、この500人、これもね、500数十人がハワイで研修を受けました。で、えー、プラスですね、この時には、来年は2020年は1000人にしたいね っていう風なね、見通しを出されていたんですよね。で、それが、あまあ、今思えば、頂点だったのかなと思いますね。うん。で、女性の活躍することを目的とした、女性活躍推進財団の設立発表。これもだから、すごい発表だったと思いますよ。で、代表理事に、菅原会長、一般社団法人、ね、こう書いてますけども。ですんでね、菅原会長の足取りを知りたい方は、女性活躍推進財団っていうところに入るのも一つの手だと思いますけどもね。 そういうふうな発想を持っていらっしゃる方いますかね女性の企業化を支援するほか乳がんの撲滅シングルマザー支援活動を通じてブランディングに繋げるとだからすごくね、企業イメージを上げたりとか認知度を広めたりとかたくさんの人のお役に立てることによって、えー、社会にね、必要とされる企業になろうとしていたその意気込みと実行力っていうのはここではね、えー、全く疑うことはなかったんですよまあ今でもそういうお気持ちあると思いますけどもね で、10月14日に大阪府立体育館で開催されるカラテド選手権には、去年に引き続き J6 ジャパンがメインスポーサーを務めることを発表と。で、J6 のロゴが提出されるほか、スキンケアシリーズ、えー、勤労化粧品の PR が放送されたということです。全国にテレビで放送されたということですね。だから全国に、えー、まあ口コミだけではなくてね、一般メディアにも掲載されて、もう本当に絶好調だったってことなんですよね。 で、ここにもまだまだ記事の続きがあります。j ウォーターの発表とかね、ありますよね。はい。まあ、記事をね、細かく見たい方は、動画概要欄に URL を残しておきますので、日流ウェブですか。日本流通新聞、ね、産業新聞見ていただければと思います。まあ、他にもね、結構ね、あの、この会社の記事って出てるんですよ。もちろん、えっ、ー、と、ネットワークビジネスを全面に出していく記事ってのはないですけども、うん、企業イメージを高めて、 政財界にこれからもね、強い信頼関係を抱けるように、菅原会長がご尽力なすったことは事実だと思います。で、私たちはどちらかというと当時ね、ただ、<laughs> 振り込まれるお金を待っていただけなんで、うん、どちらかというと会社のお荷物になっていたかもしれません。で、今ね、私は恩を返す時期だと思ってるんですよ。その時、たくさんの夢を見せていただいたし、いろんなね、特典やご招待をいただきました。 じゃあもらい得で終わるのかいやもっとくれと言ってなんだこの会社っていうふうに腐るのか、うん、私はね、うん、困った時こそお互い様ではないですけどもこういう社員やビジネス会員さんが離れがちな時新しいお客さんがつきにくい時にこそできることはないかと探すことによってトラブルを乗り越えてさらに強い会社になる。 ってことになるんじゃないかなと思います。それはね、この J6 に限らずですよ。自分の人生においても、怪我をしたから、怪我をした前よりも、進化した自分になっていくとかね。トラブルが起きるたんびに自分が鍛えられて強くなるみたいなことが、繰り返されていくんじゃないかなと思うんですよ。もちろん、損切りって考えもありますんで、これ以上付き合ってられるかっていうのも、もちろんね、あるんですよ。うーん まあでもこういう風にね、冷静に振り返ってみると、確かにここで言ったことって実現したよなって思うんですよ。フィリピンの事業とか、マレーシアの事業とかね。ゴミのなんか、融資とかいう話もありましたけども、なんかそういうところはやっぱり評価していかないといけないですよね。それを一色たに過去の恩恵も忘れて、自分で契約したこと、まあ、自分で契約したくせにね、くせにっていう言い方になっちゃいますけども、あの、�色が悪くなるとね、 反目して敵に回るっていう、まあそういう考えは、なかなか私は取り入れられないなうと。ああダメになるまでね、一緒に暗闇に足を踏み入れていくというかね、なんかできることはないかなと探す日々ですけどね。はい。えっ、ー、と、おそらく、サポートしてるのは私一人になっちゃったんじゃないかなと思いますけどね。大阪のサポートセンターもなくなっちゃいましたんで。心細い。 限りでございます、うん、まあでもね、一定の信頼してくださる方もいらっしゃいますんでね、私のこと。これからも情報提供はね、できる限りやっていこうと思いますし、皆さんのサポートはこれからもね、できるんではないかなと思いますんで、えー、最大限やっていきたいと思います。あとは力を合わせて問題解決に立ち向かっていきたいなと思いますんで、力を合わせて問題解決するぞと思う方は、またご連絡、コメントなどいただければ幸いです。それでは失礼します。